今日は久しぶりの休日、首都高速湾岸線辰巳第一パーキングで休憩をしていた荒木高面。これから首都高速環状線をぐる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 ルーレットづくごっこしてドライブ楽しもうと思います。いや気持ちいいな。見える後ろのマンション群、いつかあそこに住むのがこの荒木高面先生の夢なんだ。いいんじゃない。それじゃあピストンリング焼けるまでアクセルベタ踏みいっちゃいまーショータイム。ん？何か後方からすげえプレッシャーを感じるな。これはなんだ？ん？これはひょっとしてカルロスのハイエースか？ゴンさんって、カルロスゴンさんですよね。ええ、逮捕されましたよ。なんでハイエース乗ってんですか？日産裏切るんですか？日産裏切りました。ルノーと日産裏切ってトヨタに行ったんですか？トヨタ、寝返りです。リアサイドについているエンブレムは不敗神話の R だ。この荒北仮面についてこれるか？いかんいかん、これ以上速度を上げたらこの荒北仮面逮捕されちまう。愛しの緑川花ちゃんに怒られちゃうんじゃねえか。カルロスよ、貴様の熱い走りなかなかやるじゃない。だがここは一般行動、首都高バトルをすることは禁じられている。この荒北仮面素直に身を引くぞ。この荒北仮面号がハイエースごときに煽られるのは尺だが、バトルなんかしてたら捕まっちまう。今回は煽ったこと許してやるぞカルロス。そんなわけで貴様にも良きドライビングライフ訪れること願ってるぞ。また会おう、さらばだ。